どうも、チカリタ TV の田代チカラです。今回なんですけど、僕自身が海外に持ってきてよかったと思うセルフケアグッズベスト3を発表していきたいと思います。はい、ということで今回なんですけど、僕自身が海外に持ってきてよかったと思っているセルフケアグッズベスト3を発表していきたいと思うんですけど、最初に僕の簡単な自己紹介だけさせていただきます。僕は日本で JFL 地域リーグでプレーしてから海外にプレーの場を移して、現在6シーズン目になるサッカー選手です。僕は現在33歳なんですけど、長く現役を続ける上で体のケアっていうのはすごく重要だと思います。日本でも海外でも恵まれたクラブであればいつでも最高のマッサージが受けれると思います。ただそれが海外のマイナーなクラブになってくると難しいかなと思っています。マッサージできるスタッフがいたとしても受けたいタイミングでいつでも受けれるわけではないです。実際今シーズンプレーしているスリランカのクラブにはマッサージをできるスタッフはいます。で、今シーズンも何回もそのスタッフにマッサージをしてもらってるんですけど、すごく丁寧に一生懸命やってくれてます。ただ僕自身は指圧でマッサージしてもらうのが好きなんですけど、そのスタッフはクリームをベッタベタにつけないとマッサージできないっていうところがあって、それはちょっと嫌じゃないですけど、できれば指圧でやってほしいなと思います。で、もし日本語でコミュニケーションが取れるんであれば、すごく細かいところまでオーダーできると思うんですけど、コミュニケーションが現地の言葉になるので、細かくほぐしてほしいところを伝えるっていうのは難しいかなと思います。なので全身マッサージしてもらえるので、ある程度体はほぐれるんですけど、細かいところのケアっていうのは自分でやらないといけないと思います。ということで、毎回海外に来るときに僕が持ってきているセルフケアのグッズを紹介していきたいと思います。まずは第3位なんですけど、こちらのマッサージポールです。これはモンゴルで購入してそれ以来ずっと使ってるんですけど、値段は忘れちゃったんですけど全然高くなかったと思います。練習前だったり試合前だったり、ウォームアップで筋膜リリースをしたりだとか、あとは家でリラックスしている時にストレッチマットに寝転んでこのポールに足を乗せてコロ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 したりして、ふくらはぎだったりハムストリングだったりほぐしたりすることができます。これが1個あれば全身をケアできるのですごく便利だと思います。続いて第2位なんですけど、こちらの竹踏みですね。全然竹じゃなくてこれプラスチックなんですけど、これは10年以上前に100均で2個入りで購入したものです。なので日本でプレーしている時からずっと使っています。さっき紹介したマッサージポールと違って用途が足の裏をほぐす以外にないんですけど、ただコスパの良さですね。値段の割にずっと大活躍してくれてるので、マッサージポールより上の順位にしました。何より足の裏をほぐすっていうのはすごく重要で、足の裏をほぐすだけでその周りの組織の緊張もほぐれます。足首とアキレス腱にトラブルがある僕にとってはこれはもう必需品です。で、足の裏をほぐすっていう意味ではこの竹踏みじゃなくてもゴルフボールで代用してもいいかなと思います。続いて第1位はテニスボールです。マッサージボールは全身ほぐせてすごくいいんですけど、ほぐせるのが筋肉の表面だったりするので奥の痛気持ちいいところ、ほぐしたいところには届かないんですよね。ただこのテニスボールだとふくらはぎだったりハムストリングの奥の張ってるところに届きます。ふくらはぎをほぐすときはストレッチマットに寝た状態でふくらはぎの下に置いて痛いところを探しながらコロコロする感じで、ハムストリングをほぐす場合は椅子に座りながら太ももの下に置いて痛いところを探してコロコロする感じですね。イメージとしてはセルフで指圧マッサージできる感じです。これに関してはもし持ってくるのを忘れてしまったとしても絶対現地で探して買います。これを買った時の値段っていうのは忘れちゃったんですけど、全然安いしコスパ的には最強です。はい、ということでここで番外編を紹介したいと思います。こちらのマッサージガンです。これに関してはめちゃくちゃ高いです。ただ買えるなら絶対買った方がいいと思います。で、このヘッドの部分は本当は5種類ぐらいあるんですけど、あんまり他のは使ってなかったのでこの鋭いやつだけ持ってきました。これも奥のほぐしたいところまで届くので最強です。で、僕の持ってるこのハイパーボルトは6万ぐらいしたんですけど、類似商品も結構あるのでそれだったらもっと安く買えると思います。6万円っていう金額は高いと思うんですけど、この商品のパフォーマンスを考えたら余裕で元は取れるかなと思います。はい、ということで今回は僕が海外でプレーする上で必要だと思うセルフケアグッズを紹介させていただきました。人によってはストレッチするだけで全然問題ないよっていう人もいると思います。ただ僕の場合は体質だったり
何回も足を手術しているので他の選手よりセルフケアは必要だし、若いつもりではいるんですけど33歳なので年齢的な部分ももちろんあると思います。僕みたいにね、体が張りやすかったりそういうケアが必要な選手は海外でプレーする際にはこういう風にセルフケアできるグッズを持っていった方がいいと思います。今回も最後まで見ていただきありがとうございます。よければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。それでは。